モヤレ、モイエールは、エチオピアとケニアにまたがる町。エチオピア側が規模が大きい。ケニアのモヤレ県の行政中心都市でもある。ケニアの首都ナイロビから、エチオピアの首都アディスアベバオリクロで移動する場合、モヤレの国境検問所を通る場合が多い。モヤレの周囲は、ディデガルガルという名の砂漠である。モヤレよりも北は、エチオピア高原となり、 南のケニア側より標高が400メートルほど高くなる。この辺りのエチオピア高原の境は崖になっている。ところが多いが、モヤレの辺りは比較的通行が容易な地形になっている。2010年時点では、モヤレ付近には家畜強盗団が多く、特にモヤレと石泥間の道路は危険である。19世紀の末、イギリスはケニアを植民地に加えて、イギリス領東。 アフリカを作ったが、エチオピアとの国境は曖昧だった。1905年、イギリスはギリシャ系エチオピア人のザフィロに命じ、モヤレに通関書を設けてエチオピアからの侵入を監視し、エチオピア領との国境を1907年に確定した。この通関書はハリントンの砦と名付けられた。1908年に訪れた c w グウィンによるとザフィロの屋敷は、 山脈の切れ目にあり、数エーカーの庭があった。グウィンは、この場所を通る道は将来大きな交易に使われるようになるだろう。ハリントンの鳥では、その管理に適した位置に置かれていると評している。ザフィロは1909年まで駐在した。1909年になると、イギリスは、今日のケニア北東部に北部辺境地区を設け、メル、 マルサビィットともあれを行政中心都市としている。第二次世界大戦中の1940年、この街はイタリアが占領し、イタリア領東アフリカの一部となった。1941年7月15日に、イギリスが取り返している。1999年の初め、エチオピアの反乱組織オロモ解放戦線が、エチオピア軍に追われて、ケニアに越境し、さらに、 エチオピア軍もそれを追って、ケニア側で銃撃戦となる事態になった。そのため、エチオピアとケニアの間にも、緊張状態が発生した。そうした中、モヤレで、イマームが射殺される事件があり、これが、オロモ解放戦線に同調的なエチオピア警官の、仕業であるとして、モヤレのケニア側で、デモが発生している。二千九年十一月、エチオピアの首相メレスゼナウィは、 エチオピアの鉄道をもやれまで延長する計画を発表した。これはケニアが港町ラムと各地とターマックの道路で結ぶという計画に乗ったものだった。ありがとうございます。